音楽を聴かずに自分のダンスを踊るっていうのは、ただ単にダンスっていうよりか動いてるだけっていう風に私は思うので、やっぱり音楽を聴いてからの自分の踊りを私はダンスだと思うんで、しっかり自分の世界に入って、どんな時でも音楽を聴いてから自分のダンスをするっていうのを一番最初に聴いて踊っています。はい、ダダダダダダダ、うん、しっかり前横を打った、おーおーおー、で、はね、もう一回始まり、おー、ダンスを好きやから、これからもずっとやり続けれる自信もあるし、今こうやっていろんな人に支えられてきて自分がいるわけであって、その人たちの期待にも応じて、これからずっと先自分も進化していきたいと思うし、やっぱりまだダンスの世界でもそうですし、ダンス以外の世界でも、みんながみんな私のことを知っているかって言ったらそうじゃないと思うんで、いろんな人にもっと自分のことを知ってもらえて、いろんな世界に行って自分のパフォーマンスをできることを目標にして、いろんな場で頑張っていきたいと思います。